皆さんこんにちは。自分の私物をめちゃくちゃにした時に他人にああだこうだ言われる筋合いない、ゆうじくんです。それを卓球用具に例えるとして、まあ、少し使ってボロボロになったらば、それを捨てるのと切ったりするの何が変わるのっていう、まあ、切って比較に使うんだったらそっちの方がむしろ利用できてるというか、必要性がない道具とかって有効活用しても僕はいいと思います。見た目的になんか良くないんじゃないの、影響的に良くないんじゃないのって言われたら、すいません。はい、今日やってる企画なんですけども、ボールを僕と卓吉でいくつまで同時に打ってラリーをすることができるのかっていう限界に挑戦をしていきたいと思いますので、皆さんよかったら見てください。これからね、何個までボールを使ってラリーができるのかやっていきたいと思います。まずね、一般的な普通ラリーやりましょうか。よっしゃ。まあこれですよね。こういうラリーの中で、まあ、ありとあらゆる手段を使って、このラリーの中に何個ボールを混ぜられるのかということですよ。いや、1個って難しいですね。確かに終わり。まだでも今かろうじて成功してるんで、かろうじて予想何個、俺らの4かな。予想4、3も結構難しいと思う。俺6ですか。僕が無理ですいけんじゃないかなって、なんとなく予想やっとんないから。俺、皆さんも予想しながら見てみてもらえたらと思います。最初2個挑戦していきましょうか。いきます。こんな感じですね。まあ、今のラリーができたと思うんですけども、こんな感じです。じゃあ2つできたんで3ついきます。もう3つで厳しいって言うんですね。そう、3つ難しいと思うな。出すタイミングで結構むずいよね。トントントンと。はい、1億と2億ぐらい。でも僕はこれがギリギリだと思います。これが限界はないよ。僕はこれが限界です。それが限界はない。まだ余裕あるよ。まだもうちょっとできるよ。なんでそんな自信あるんですか。お手玉が上手いんですか。いや、3つまでしかできない。あ、3つできないよ。じゃあ4ついきましょう。いきます。もう一回ちょっとバックでいきます。タン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 。はい、消えた。待って、消えた消えた。ボールが今重なった。これボールホールドむずいな。瞬時にボールを見つけないといけない。もう一回やす。はい、スタート。あー、はい、失った。そう、失う。マジでこれ途中で1個失う。やす。3つはできるな。4つは結構むずいな。いやす。はい、途中までできた気がする。いけそう。ちょっと3つで1回練習するか。本当に3つで常に高いボールを送り続けないんですね。ここの高さを送れるボールを練習しよう。これで2個でもう一回やってみる。2個でこんな。この感じだ。これでちょっと3つやってみる。いけるよ、4つ。はい、うわ、すごい。あ、でも今ちょっといけたかな。いやね、4つ、6つとか無理や。無理ゲー。4つでも成功させたいな。一回球出しでお互い4つ。なるほど。一回練習しようか。できないやつの1個手前のやつを練習する。ちょっと3つでやってみます。1回目の低めのやつで。お、できるようになってる。3つの安定感はだいぶあると。問題4つですよ。4ついきます。はい、おお、あー、いや、やっぱ練習の成果あるわ、うん、あるあるある。球がね、安定してきた。いくぞ。はい、
できたでしょ、今今のはできたでしょ。じゃあ5つ今で行くと5つも無理に変わらないでしょ。いきます。むずい。終わりました。検証結果5個無理、4つワンチャンっていう結果なんて出てたんです。5個は練習したらいけるわ。でもワンチャンあるくらい。ワンチャンある、ワンチャンある、はい、まあ、球のタイミングとかしっかり合えば、ギリギリ5個はいけるんじゃないかなっていう感じはしました、うん、僕がここで大事だなって思ったのは、できないってことをできないで終わらずに、できないことをどうやったらそれできるようになるのかっていう練習方法、解決策、まあ、お互い知恵を絞って、こういう風にやったらああいう風にやったらって言い合って、なんかこう形にしていく、この段階って何の練習にしても僕それ繋がってくるやつだと思うんですよ。できないんだったらなんでそれできないの、じゃあそれをできるようにするためには何をすればいいの、自分がどういう風にすればいいの、相手に何をしてもらえばいいの、でそういう考えをしないと成功に結びつかない。実際3つ目までは普通にできて、4つ目から急にできなくなる。じゃあそれをお互いにどうやってやったら、ああやってやったら練習してみる、でもうちょっと低くしてやったら実際安定するんじゃないですか、とかそういう話になって、いったそれできたじゃん。確かに。だそれもやっぱ5個6個ってなってきた時も、もしかしたらそれって方法をどん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 、まだもうあの1回しか最後やってないからもう終わってますけど、まあ、ここから先をさらにじゃあできるようにするにはどうしたらいいのかっていうことを試行錯誤して、もしやっていくって練習時間があれば、やっぱ5個6個ワンチャンできると思うんですよね。だからノーチャンスっていうのをどういうふうに自分がワンチャンスを作っていくのか、それは卓球の、ね、練習でも試合でも変わらないと思うので、やっていくことは。だから、まあ、こういうことをやることで、ね、発揮力っていうのは身につくのかなと思います。であとはこれをやってみて思ったのは、視野がめっちゃ広くなる。次次次次ってすぐ見ないといけないから、目を今自分が触ってるボールの後にすぐ次に切り替える、次に切り替えるっていう、この 目を切る速さっていうのはかなり身につくと思います。確かに、こうネットインとかされた時ってやっぱりこう黙って一瞬見失うじゃないですか。あれそんなない、ない、うん、なんかこう見失うはないな。あ、そうなんですね、うん、僕なんかこう相手が可動域してきた時とか、まあ、あるいはネットインとかしてきた時って、その自分が思ってるボールと違うボールが来るわけじゃないですか、うんうん、だからその時一瞬ボール見失っちゃうんですよね。それでちょっとミスしちゃうっていう部分がもしかしたらちょっと皆さんもあるかもしれないと思っています、うん、でもそのボールを仮に見失ったとしても、視野をしっかり日頃から広げる訓練をしてたら、もしかしたら立て直せるのではないのかなって個人的に思いました、うん、今みたいにやることでやっぱ目をどん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 慣れさせていくじゃないけど、戻りとかもやっぱ早く自然と次々次々っていう風になっていくんで、やっぱ自分の体って、まあ、実際の試合って1個ですから、自分が打った後とかって止まっちゃうんですよね、どうしても。でもそういうのって常に自分から意識的に打ったら次、打ったら次、打ったら次とか、相手を見る時間を作ったりとかをすることで、ネット、エッジボールとかにもしかしたら対応できるようになるかもしれない。可動とかされた時でもパッとそれに対して 0. 何秒かもしれないですけど、対応はもし準備ができてれば対応できるかもしれない。そういう1本って1試合に1本あったらでかくないですか。大事だと思うんですよね。そういった意味ではこういう遊びもたまには必要なのかなと、必要というか試してみるのもありなのかなと思います。それをきっかけで何かこう新しい発見とかあったりすると思うので、まあちょっとこれは僕はどっちかというと結構おすすめ、パン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 ってこういくつもやることで目を見切る速さだったりとか、打った後すぐ戻らなきゃいけない速さだったりとか、でそれがもしあダメだったら、それがもしできなかったとしてもできるようにするためにどうするかっていうのを考えるっていうのが大事かなと思いました。まあ、どの遊びをやるにしても必ず結びつくものがあるので、まあ、ぜひ、まあ、僕の動画、先ほどの動画、終わったのは、先ほどの動画、先ほどの動画、いろんなね、今、いろんなことを検証して、いっぱい遊んでやってますから、なんかそういうのを見て、ちゃんと自分の本当の卓球技術とかに結びつけることができるので、ぜひ、いろんな動画を見て遊んでもらえたらと思います。では、これで動画を終わりたいと思います。動画が良かったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。